それでは松本剛と清宮幸太郎のヒーローインタビュー、まずは松本選手からということになりそうですね。今日は2試合連続2番でスタメンでしっかりと勝利に貢献した、それでは松本剛の喜びの声から聞いていきましょう。放送席そして全国のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まず今日2安打2打点の活躍、松本選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。6回ヒットで出塁して先制のホームを踏みました。あの場面、どんな意識でまずバッターボックス入ったんでしょうか。そうですね、本当バーヘイゲンが、素晴らしいテンポで、いいリズムでずっと、抑えてくれてたので、まあ、なんとかとにかく塁に出ようと、そういう気持ちで打席に入りました。そして7回には追加点、今季初めての三塁打、素晴らしいバッティングでしたね。ありがとうございます。どんなところが良かったですか。まあ、前のバッターが、しっかり大輝が、ね、見極めてくれて、フォアボール取ってくれたので、なんとか、繋ごうと、後ろにいいバッターがいるので、繋ぐ気持ちで、打席に入っていい結果になってくれてよかったです。2番としてこの6連戦のうち4試合出場してチームを引っ張りました。今2番としてどんな意識で臨んでいらっしゃいますか。そうですね、もう本当、1番の出塁率が本当に高い、チームなので、なんとか、まずは、進めるということを、1番に考えて、後ろに、いいバッターがたくさん揃っているので、なんとか得点圏で、そのバッターに打席が回るようにと、そこだけ考えてやってます。さあ、これで同一カード6連戦が終わります。ここからさらに厳しい戦いになると思いますが、松本さん、どんなプレーを見せてくれますか。そうですね、まあ、もう僕は本当任されたところで、一生懸命やるしかないので、それが少しでも、チームに貢献できれば、いいことですし、チームに貢献できるように、日々頑張ってやっていきたいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。まずは松本選手にお話を伺いました。もう一方お話を伺います。ホームランを含むおよそ2年ぶりの猛打賞、清宮選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2打席目のタイムリーから伺います。追い込まれていた中で150キロを超えるツーシームを捉えました。どんな意識でのバッティングだったんでしょうか。いや、もう前の鍋さんが先制のタイムリーを打ってくれていたんで、おかげで本当に、打席の中は、楽に臨むことができました。そして今日は7月16日以来のホームランも生まれました。手応えどうでした。はい、この打席も本当前の鍋さんがしっかり、繋いでくださったんで、はい、もう本当に、あとは本当自分の打席に集中するだけだったかなと思います。速球をツーシームを捉え、そしてホームランも速球でした。今日そこを打点につなげられた、このあたりはご自身で手応えどう感じられますか。まあ、本当に今シーズンまだまだ貢献できていないので、もう本当こういう試合がもっと増やしていければなと思います。さあ、最後の同一カード6連戦をチームは勝ち越しました。そしてシーズンでも再び勝ち越し1になりました。この後の戦いに向けてチームを代表してお願いします。はい、最近本当すごくいい試合が続いていると思いますので、また来週からも、もっともっといい試合を皆さんに届けられるように、いいプレーをしていきたいと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。清宮選手にお話を伺いました。という今日は打のヒーロー2人、松本剛とそして清宮幸太郎。